疲れた。早く戻って飯にしようぜ。だけどまだアルミンが来ていない。アルミンならあそこにいるじゃねえか。おい、アルミン。すみません、ニファさん。てっきりアルミンかと。あれ、どうしたの？エレンが私をアルミンと間違えたの。やっぱり私たちって似てるのかな。いや、普段は別に。髪の色も違うし、今は夕日の加減とかで間違えただけで。顔は似ていると思う。え、そうかな。あら、アルミ、私と似ていると思われるのは迷惑？そんなことないです。ただ僕なんかと似てるっていうのもなんだか申し訳ない気がして。申し訳なく思うことなんてないよ。私自身似てるかもって思ってたし。そうなんですか。実は僕もじゃあ似た者同士ってことで、これからも仲良くやろうね。二人ともお疲れ。君たちの働きのおかげで新しい対巨人兵器の開発に向けて大きく前進できたよ。よかったです。もう体力的に限界だったので。技巧会の依頼も済みましたし、試作品が完成するまでは一息つけそうですね。ああ、それまでは英気を養っておいてくれ。試作品いつできるかな。楽しみだな。ニファ、いつも付き合わせてしまってすまない。なんでモブリットさんが謝るんですか？え？いつもいろんな人に迷惑をかけているから謝るのが癖になっているのかもしれないな。そんなに謝らなくても。巨人の研究は人類の勝利のために必要なことじゃないですか。ああ、理解してもらえて助かるよ。それよりもハンジさんの過剰な情熱の方が私には心配なんですが。確かにな。ハンジさんは夢中になると周りが見えなくなるから。本当にいつか命に関わるようなことになるんじゃないかって気が気じゃありませんよ。全く同感だよ。とはいえ忠告に耳を貸すような人じゃないからな。この世界に巨人がいる限り、私たちはハンジさんを心配し続けなきゃいけないんですね。ああ、あの人のためにも一刻も早く巨人を駆逐できるよう最善を尽くさないとな。 I know